プレミアゲームズ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。プレミアゲームズのプレミアリーです。さあ、ということで、はい、今回も、妖怪ウォッチプニプニの10連していきたいと思います。ただね、10連だけじゃ尺が足んないと思うので、こちら。今回のイベントはですね、いろいろコインがありまして、こちら、トーマコインとサトチンコイン。で、ロココインというこの3枚のコインがあるんですけども、まあ、サトチンコインはサトチンチャレンジというもので、確か最大5枚かな。全部で5枚入手できるんですけども、今回そのうちの2枚回していきたいと思います。その前に、はい、今回もやります。こちら、フレンド募集でございます。はい、こちらキャラクターコードね。NCEOXGQI。こちらが僕のあのフレンドコードになっていますので、皆様こちらを読み込んでください。そしてね、今回このイベント、応援形式で、お助けできるんですよ、こちら。友達応援ということで、お助けできるんで、今回もまた、お助けプレミア公開します。なので、皆様、チャンネル登録と高評価しておいて、待っててください。よければ、ベルマークも押してね。ということで、やっていきましょう。まずやるのは、こちらの、トーマコインは、暴走エンマがあるんで、まあ、これ後で回しとく。まあ、最初、サトチンコインから回していきたいと思います。サトチンコインの大当たりは暴走不動明王なんですけども、まあ、私持ってるんで、いらないんですよね。まあ、ロココインは、暴走回路が欲しいです。じゃあ、まず行きますか。では、まさかの、コインてかさ、俺思うんだけどさ、これ A と B ランク当たるのにさ、すんごい、金の出る確率高いよね。お思うんですよ。じゃあ2枚目いきます。サトチンコイン2枚目。はい。ゴロゴロ、まさかの何かが、くるーロボニャン。まあ、次いきます。はい、こちらロココイン。まあ、狙いは暴走回だということでいきますか。せーの。んーこい。イエス、まんまさかの暴走回だ。うわ、山狼か。これね、 SS ランクしか当たんないやん。もっと出ろよなあ。 SSS でもいいから出てくれよ。じゃあ最後トーマコイン回していきたいと思います。早いね、今回も来いよ。イエス、さあまさかの暴走エンマ、浦島太郎ですね。はい、ということで、まあまあ出ませんね。あ、それは当たり前ですよ。ということで、いきます。今回は神妖魔ヒカキンさんが本日限定で超アップということでやっていきましょう。まあ、狙いはヒカキンさんということで、まず金出る。金、金、金、金。お願いしまする。来いよ。よーし、3個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 。いや、まだわかんない。この1個に入ってるかもしれない。止まれは来る。いきます。はい、うんうん、はい、セバスチャンですね。貫徹かたしか止まれ。ちょ忘れた名前。あー、ちょ忘れた。あー、神隠しか。はい、止まってって。やばいやばいやばい。止まれよ。おおお、止まれよ。止まって。よし、神山ヒカリン、神山ヒカリン、神山ヒカリン、さあ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 、トイーン、動画オンエア文系ですね。じゃあ、次、YouTube ライブ行きますか。パーティーはこちらのね、パーティーで行きたいと思います。まあ、10でいいでしょ。まあ、これやってね、どれぐらい再生回数稼げるかよね。はい、行きまーす。さあ、43個。でこれ簡単だよね。97個。いいんじゃね、いいんじゃないんでしょうか。ドーン、高さは、32万いきましたね。32万 100m ということで、こちらね、まあまあ、もうちょっと俺月見えますね、月。はい、ということで今回こんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしく。バズったでございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあ、せーの、バイバイ。